こんにちは、神田まです。マルの2024年の秋冬がスタートします。ではスタート。まず1個目、はい、やってきました。じゃーん、ついにデニムジャケットが登場します。イエーイ、やっとたどり着きました。あ、パンツも新しい形でございます。そう、マルらしいデニムジャケットどんなんかなと思って、丸さもありつつ、その丸さも調整できたりしつつのものを、はい、作りました。そしてですね、今季はカラーものもあります。はい、丸進化していきます。ノリノリです。だいぶ楽しそうです。というわけでね、デニムのセットアップにカラーを刺したコーディネートとかも可愛いですね。で、まあジャケット脱いでまだまだ暑いので、こんな感じで1枚できて夏コーデも楽しんでいただきたいですね。このシアーのトップスとか透け感、一番可愛いところを探しました。色だったり丈感も、はい、お気に入りです。で、パンツ、デニムパンツ新型はカービーなデザインにしております。確かに体操みたいだけど。そうで、こんな感じのパキッとした赤も今季はあるので、手持ちのアイテムがすごくね、新鮮な感じでお楽しみいただけるかなとも思います。はい、これニットベストですが、はい。で、そう、足元を変えると、夏から秋に行くのでね、この長い夏も楽しんでいただけるかなと思います。そして、そう、ベロワのトップスついに作りました。ベロワ欲しいよななんて思いつつ、今このタイミングでやっと作りましたね。はい、デニムにベロワもやっぱ可愛いですね。次、続きまして、はい、そうなんですよ、去年大変大好評いただきました無限ジレをセットアップ仕様にして作りました。何がセムジ無限かっていうと、ウエストマークしたり、そう、いろんなね、着方ができるんですよ。で、去年のよりも生地感がより張り感のあるものなので、すごくきれいめにもかっこよくにも、かっこよくも、まあ、合わせやすさはすごくあると思いますね。はい、でカラー展開もいろいろあるので、はい、もうほんとかわいい。はい、楽しみ方無限で、合わせ方無限で、もうお仕事からオフからいろいろ使っていただきたいんですけど、そう、もうちょっと張りが大体、そう、パンツもね、同素材で作ってて、このパンツもめっちゃ合わせやすいんですよ。で、そう、さっきのベロワをこのインナーで合わせるのでも可愛いし、この、はい、丸らしい丸いバフットシャツ、はい、今季もございます。これ合わせてね、ちょっと保護者会とかそっち系ですよね、授業参観とかもこういうので、あー、可愛いですね。はい、まあ、普通に子供がいなくとも着れる服ですだし、これですね、はい、デニムに T シャツっていうコーデもこの無限ジレ合わせるとグッとこなれ感出てくるよねって感じです。で、このセットアップのパンツはさっきのニットベスト合わせも可愛いです。これとにかくね、シルエットと素材でめっちゃ可愛いので、はい、映えますね、パンツとして。で、そう、シアーの長袖バージョンも同じ素材であるので、これ去年も売ったやつのブラッシュアップバージョンですね、を合わせたりなんかしてもいいし、この無限ジレブラウンも作ったんです。可愛いんです。そう、ブラウンも作ったんで、ブラウンに明るめグレー合わせ、この色味の合わせ個人的にめっちゃ好きです。で、そう、このニットベストもね、こういうちょっとくすみカラーもあるので、このブラウングレー可愛いっすね。で、ニットベストは中にさっきのバルーンシャツ合わせても可愛いです。ああ、可愛いですね。もうマルの定番スタイルみたいになってますが、はい。いい感じでーす。次、続きまして、もう昨年夏に私買ってもうほんと便利だったキャミワンピース、今年も作りました。足さばきもいいです。今季のキャミワンピはこのヴィンテージサテンのような、もう素材感がめちゃめちゃ可愛くて、めっちゃ可愛い素材感の、はい、くるくる回り始めておりますが、なんでこんな回ってんのかは記憶にございませんかね、真顔だしね。そう、よろけた。そう、デニムをね、合わせてもすごく馴染む素材感だし、これすごい着回しが効くんだけど、あ、てかそう、見て、シルバー、はい、こうデニムジャケット合わせでスニーカーとかも可愛いし、他にはそう無限ジレを上からさらっと羽織って、
晴雨兼用ローファーとか履いても可愛いし、可愛いねこのコーデマジ好き。あ、ポッキーももちろんついてます。でこのヴィンテージサテンっぽいこのキャミワンピがこのブラウンもあるんですよ。ブラウンマジこなれ感マックスで超おしゃれカラーです。いい感じです。次、続きまして 2way ワンピース、これも昨年大好評でしたが、そうだから復活でーす。復活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 なんだけど、そう初めて黒を作りました。昨年ね黒を作ってなかったんですよ。黒を欲しいと思って今年もこのワンピースを作ることを決めました。1枚で着てもいいし、こうやってパンツをね合わせて着てもいいし、もっと寒くなってきたら、あ寒くなる前にねこう首元を開けて着るのでも可愛いし、もっと寒くなってきたらインナーにね長袖だったりタートル、あ気持ち悪い動き合わせてこんな感じでブーツ合わせにすれば、もうあの昨年とか今年みたいな夏が長い時にマジ使えます。そうマジ可愛いって言ってますが、ね、マジ可愛い。可愛いよ、ありがとうで次、そうさっきちらっと見えました、じゃーん、ラウンドボストンのミニでシルバー作りました。本革です。マジでこれさ、このトレンド感もあるけど本当にコーデに合わせた時に可愛くてすっごい気に入ってるんですけど、まあそうシルバーで強いので、ビジュ的に強いのでちょっとミニで作ってますが、中身が入るようにサイズ感はねちょっと丸の形を工夫して作っております。こういうモノトーンコーデ合わせにするのもやっぱ差しで可愛いですねポーズ取っておりますが、はい、結構ね意外と入る大きさで作ってます。他にはね、そうあこのさっきのシアの長袖はこんな感じでロゴだったりプリントティー合わせると可愛いので、こういうちょっと爽やかカラーで今回まとめてますが、色にシルバー合わせるのも可愛いよねっていうのって、やっぱブラウンにシルバーも可愛いですね。黒にシルバーもいいけどブラウンにシルバーもマジ可愛い。うん可愛い、なんか大人って感じで、もちろんそうデニム合わせで、デニムにシルバーももちろん可愛い。やっぱシルバー、個人的にシルバーってすごく好きだけどさ、そうそうそう、次そういいよねって。そして、今回こちらもうラフなねあのコーデ組んでますが、このトップスがまずファーストシーズンから私こういうの作ってんだけど、このもうさらっと落ちる、でもサイドにちょっとポイントのねくり抜きがあったり、この落ち感がね素材感がめっちゃ可愛い。1枚あると超便利なシアのね、なんでピースと、そうこのミニショルダーバッグ作りました。なんかあのお財布、そうお財布カードも入るやつで、大きい方には鍵だったり、あとちょこまかリップとかも入れられるような、で背面にスマホを入れられるような、こういう一個で完結するミニショルダーを作りました。なんかスーパーとか行く時に車をサクッと乗りたい時とか、チャリンコサクッと乗りたい時とかいいなと思って、これマジで時間かかったんだけどやっとできました。だからなんかこういうラフな楽ちんなコーデした時もさらっと持って、荷物も最小限でいけるし、あとこのキャミワンピに赤刺してこのミニショルダーとかで楽ちん、おしゃれなんだけど荷物も最小限とかも可愛いじゃん。であとはもうそうね、黒にデニム、ブルーのデニム刺してこんな感じで、あもうこういうのとかも可愛いよね。なんかもう荷物とりあえず最小限までしたバッグ、あでこの 2way ワンピに合わせるのは点灯注意ね、あそうのも可愛いよね。そうそうそう、なんか結構マルのお洋服のテイストに馴染むように作りました。だから今月小物も充実してます。はい以上。はいというわけで以上、マルの2024年秋冬がスタートいたします。その第1弾8月の新作アイテムを使ってコーデをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。この秋冬はですね、マルのシーズンコンセプトとしてムーブです。動きだったり変化っていうのをベースにものづくりをしております。今回はね今出てきたものっていうので一番象徴的なものが色だと思います。マルで今までモノトーンばっかり、あとはもうくすみカラーっていう
うので、まあ、そこまでブランドの商品コーディネートを組んだ時に色が見えてこなかったと思います。ただ今シーズンは結構差し色でそのコーデのポイントとなる色味を入れてきているので、まあ、その辺が一個変化として見えてくるかなと思います。そしてまあお手洗い簡単とかシワが気にならないとかはちょこまかアイテムの特徴としてあるんですけれども、今後9月10月11月って入ってきた時にジャージー素材でこんなものを作ったよとかっていう着てて楽ちんなのに全然ストレスがないのにおしゃれ見えっていうアイテムもちょこまかガンガン出てきます。はい、なので動き変化っていうのが今期のマルのコンセプトなんだなっていうのを商品から感じてもらえると嬉しいです。早速8月の情報をお伝えしていきたいのですが、まずはポップアップのお知らせです。ででん、8月は2カ所、東京有楽町そして広島です。ありがとうございます。広島ついに行きます。ブン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 、広島店の皆様ありがとうございます。アローズさん調整ありがとうございます。8月の16日から20日までの5日間で有楽町と広島で開催いたします。で私は、広島に8月17日に立ちます。割と長くいる予定ではありますが、インスタの方でねマルーの公式だったり私の方で発信していきますので、そこから情報キャッチしてもらえると幸いです。で有楽町の方も平日ちょっと立てたらいいなと思ってるんですけど、平日は他のお仕事の兼ね合いもあるので直近になってしまうんですけど、その際にお知らせ立てる時はさせていただきます。で新作もこの8月16日から発売になります。で8月16日にルックもドーンって公開になりますので、マルーの秋冬のスタートが8月16だよっていうのだけ皆さん覚えておいてもらえるととりあえずは嬉しいです。はい、てなわけで、8月の新作アイテムをご紹介していきます。まずこちらデニムです。ドーン、デニムジャケット、まあデニムのパンツもこの後出てきますが、ムーブっていうことでね、これは一個まあカジュアルでデニム、時代の変化があったりしても逆に変化がないものと言いますか、私動きやすさも兼ね備えております。まあちょっと硬いけどねジャケット、まずデニムジャケット、濃いブルーと結構古着テイストな、もうおしゃれさんが着てて欲しいみたいなコバルトっていうのかな、ちょっと濃いめのブルーの2色で作っております。ポイントは丸らしい丸いシルエットを作りたかったので、袖丸さあるのと、あと後ろにタックを入れてこうシルエットがちょっと丸くなるようにしております。コーディネート中にね前閉めて私お見せしておりましたが、前閉めたデニムのセットアップで着ても可愛いようなフロント部分のデザインにしております。でポッケはね胸ポケとかつけなかったのよ、その方がカジュアルすぎずにシンプルに着れるかなと思って。であとは丸さをもっと出したいわっていう人のためにここにもボタンがついているので、ここキュッてやるとより裾がキュッてなって丸くなるみたいな感じですね。でこのデニムジャケットは秋そして冬ってなってた時にアウターの下にも重ね着として1個使えるアイテムなので、丸さはあるし袖も結構ボリュームはあるんだけど、上からアウター着れるような雰囲気は残しておきました。今後ねお見せできたらなと思っております。で次デニムのパンツで、今回丸いデニムパンツを作りました。今回はハイウエスト目で作って、丸いシルエットを、作るためにちょっとね膝裏にタックを入れて、足元はちょっとこれサンプルなんで激しいんですけど切りっぱなしデザインにしておりますっていう、なんかもう履くだけでシルエットで見せられるっていうのでねお作りしたデニムです。マルーの今も継続してねもう発売しているストレートの腰履きもできるように作ったデニムパンツ、大変ご好評いただきありがとうございます。そのパンツに比べると癖ありデザインですが、インしたりアウトしたりいろんな着方は楽しめるし、この裾の切りっぱなしっていうのとあとカービーなのがいいアクセントになるので、まあシンプルなトップスをお持ちの方はすごく重宝するアイテムになるんじゃないかなと思います。で次ニットベストです。早速差し色の赤がやってきておりますが、まあざっくりと編まれたざっくりとしたシルエットの、でも丈はちょっと短めのベストです。デニム合わせからシワが気にならない通称シワ無縁パンツからほんと何でもスカートでもいいですし合わせやすい一着となっております。1枚で着ても可愛いし、こうやって
ね、シャツ合わせても可愛いよっていうアイテムです。首元っていうのはそこまで詰まってないので、1枚で着るときはチョーカーとか、まあそのネックレス系のものとか、今だったらこう紐タイプのチョーカーとか合わせてもらっても可愛くなると思います。で、あと腕周りがキュッとせずにちょっと大きめに開いているので、まあ中カップ付きキャミだったり、他何かインナーはケアしてきてもらえるといいかなと思いますし、ここの間からチラ見せで色物を刺してあげるとかでもすごく可愛いかなと思います。薄いグレーとパキットカラーの赤と白の3色展開です。で、次ベロアトップス。今年もね、夏が長いと思うんですよ。まあ平成の浜崎あゆみさんは短い夏が始まってゆくって歌っておりますが、もう今年令和はもう夏が長いです。夏が長いからなかなか秋服にねこうシフトしてくっていうのがね難しいとは思うんだけど、言うて夏服ばっか着てたら夏服飽きちゃうし、暦でのね秋は感じたいと言いますか、そんな方向けにちょっとベロアの五分袖のトップスを作りました。素材感はちょっと温かみを感じるとか、まあベロアなので今私が着ているようなシア素材に比べるとしっかりとした生地感にはなりますよね。ただ五分袖なんで夏でも着やすいし、その秋になった時に言うてまだ日中は暑いっていう時にさ、ジャケットの下に忍ばしたりっていうので、まあいろいろと着回しが効くかなと思って作りました。明るいグレーと濃いグレーとブラック。あー可愛い。ベロアってなんで可愛いんでしょうね、この素材感で。丈感はしっかりと長めにあります。まあアウトして着てもらってもいいし、インして着てもらってもいいんですけど、長いのでインが苦手な方とかアウトして着た時も変になんかこうピッチピチなこうツンツルテンみたいにはならないようなお上品な丈感にしております。はい、ぜひぜひデニムから前半のコーデでお見せしたセットアップのインナーからもういろいろとお使いいただけたらなと思います。で、次、今私も着ているシアーのノースリーブです。赤、ブルー系、黒、そして今私が着ているライトグレーの4色ご用意いたしました。やっぱシア系のアイテムってすごい使えるんですよね。さらにはまあさっきも言ったように夏が長いので、ちょっとこの辺でもう一発使えるものご用意しようかなっていうのでお作りしました。こっちノースリなんだけど、実はこれ同じ素材で長袖も作ってます。この長袖は去年すぐなくなっちゃったやつであるんですけど、それとまあほぼほぼ一緒です。ちょっとサイズ感の見直しは入りましたが、はい、っていうアイテムですね。はい、なのでまだ暑くて長袖着れないわっていう方はぜひこのタイミングでこのノースリを足してもらって、もうちょっと袖なしものはいいかな、秋物欲しいなっていう方、この長袖の方を選んでもらえるといいかなと思います。このねシア感が私のめっちゃ好きなシア感なんだけど、こういう無地をね中に着るのでもいいし、ロゴティーとかグラフィックティーとか中に合わせて、あとボーダーとかでもいいですし、いろんなものを重ねた時にすごく透け感が可愛いものになっているので、ぜひお好みのものを中に着て透けさせてもらえたらいいかなと思います。ノースリーブと長袖と同じ素材で2つ出てきます。で、次、神田真ほんとこういうの好きだよねっていうトップス作りました。ファーストシーズンの時にも作ったんだけど、透け感ある素材でも、さっきのこのシアよりかは透けない、透けにくい素材、透けるけどそこまで透けない素材で、ざっくりとしたトップスを作りました。サイドはマルでよく作っているこの星座みたいな切り抜きされている形ですね。はい、これも黒とちょいピンクがかった白みたいな2色展開でご用意しておりますが、暑い時ってぴったりしたの着たくないじゃない。私やっぱ体型をねちょっとボディライン出るのきついわっていう時ってあるじゃない。そういう時ってやっぱゆったりしたものがいいじゃないねえ楽ちんに着れておしゃれ見えできる、まあシンプルなベーシックなトップスっていうのあったらいいなっていうので、まあ私そういう服が大好きだと、で、久々に作りました。さっきコーディネートでは今履いているパンツゆったりめのやつ合わせましたが、これ自体が割とゆったりめのシルエットなので、通称シワムエンパンツ、ツイルフレアパンツとかと合わせるとズルズルしすぎず大人な着こなしになるかなと思います。はい、1枚やって困らないアイテムっていうので、こういうのはねほんと1個あると頭を使わなくて済むので
はい、おすすめですっていうのでお作りしました。で、次バルーンシャツです。こちらですね、ファーストシーズンで一番最初に作った袖がパフッとしたバルーンシャツをちょっとブラッシュアップして作り直したっていう感じです。袖がパフッとしてて、でも首部分は襟をつけずクールな印象を持たせるやつで、ボタンを一番上以外ひよくデザインにしてこうごちゃごちゃさせないっていうのでお作りしております。色が白とブルーと黒で、これ素材がシワは気になるけど柔らかいコットン系の素材を使っているので、で若干透ける素材使っているので、なんか柔らかさがあるから黒を着たところとてかっこよくなりすぎない。黒いシャツが苦手意識ある人もこれだったらすごく着やすいかなっていうアイテムですね。はい、シンプルなパンツに合わせるのもでもいいし、デニム合わせでもいいし、スカート合わせでもいいし、あとは癖ありのボトム、マルーでいうとバルーンパンツ、バルーンスカートとかそういうものとも相性がいいので、羽織としても着れるし、1枚でも着られるし、オフィスから休日からいろいろとお使いいただけるかなと思います。暑いからまだ長袖買う気分にはなれないと思うので、またこれはねちょっとリアルな時期にコーデをお見せできたらななんて思っている感じです。で、次やってまいりました、昨年通称無限事例、もう着回し着方自由だよっていう無限事例を発売して大変ご好評いただきました。皆様ありがとうございます。私自身もすごく愛用しているアイテムにはなるんですけれども、それをですねちょっと素材を変えて、さらにはこの後紹介する、まあ今私が履いているパンツとセットアップでお作りしました。お色はグレー、ブラウン、そして黒の3色で大人っぽいカラーでいっております。はい、でまあ着方としてはさっきコーデで紹介した通りなんだけど、ここを留めたり開けたり、紐を結んだり結ばなかったり、垂らしたり首に巻いたり、いろいろと着ていただけるかなと思います。でベロアを中に着たり、シャツを中に着たり、もうほんといろいろと着回しが効くので、お仕事シーンもそうだけど、休日 T シャツにジーパンだけだとなんかなっていう時にジレとして羽織ってもらうとグッとこなれ感も出せるし、腰回りもカバーできるし、そうなんかとにかくね使えるから、なんか今年も作った方がいいかな、どうしようかななんて思いながら、じゃあセットアップで作っちゃおうっていうのでセットアップでお作りしました。で同素材でパンツ作っております。もう気に入りすぎて私も履いているこいつですが、裾部分を折り返しのデザインにしています。なのでちょっとお直しっていうのは大変にはなっちゃうんですけど、すいません、なっちゃうんですけど、ほんとすいませんなんですけど、張り感のある素材でシルエットががっつりと出る、もう履いててそれどこのって聞かれたいボトムって感じで作ったものです。ウエストはまあジャストウエストくらいなんだけど、ここにタックを入れているのでウエスト周りの締め付けっていうのはそこまでなく、だけどストレートワイド、がっつりワイドすぎないからルーズすぎず、ほんと大人でも着られるゆったりパンツっていう感じでお作りしております。もうこれはなんかトップスを選ばないので自由にお好みで着てもらいたいですし、ジルと合わせて購入してくださる方っていうのはもうセットアップを楽しんでもらいたいし、まあ、真冬ほんと寒い方は中にヒートテック履いてもらったらいいんですけど、あと真夏暑いわっていう方はちょっとね暑いかもしれないけど、割と年中無休で履けるような素材感でお作りしているので、まあ飽きずクローゼットに眠ることなく一軍で使いやすいボトムっていう感じですね。はい、こちらです。で次、でんキャミワンピ、キャミワンピも去年作って販売して私も買いましたけど、やっぱすごく季節の変わり目便利なアイテムなので今年もお作りいたしました。この素材を見つけた時にこれはキャミワンピースにしたいと思って作り始めたんだけど、このつるっとサテンでもないちょっとさ味のある、わかるかな、着てるだけで可愛い、素材だけで可愛いっていうやつをキャミワンピに落とし込みました。でシルエットとしてはまあ腰回りピタッとしないように、若干丸く、若干ちょっとこうボディラインに沿いすぎないような膨らみを持たせては作っているんだけど、着た時にストンって落ちる感じ可愛いので、はい、
ちょっとねこれはいい感じに、はい、仕上がりましたね。ワンピース1枚で着るのでもいいんだけどデニム合わせでもいいし、本当お好みで自由自在に着ていただけたらなと思います。もちろん調整も可能です。はい、こちらですね。はい、割とね低身長さんから高身長さんまですごく幅広く着やすいかなと思います。で次こちらも去年すごくご好評いただいて着てくださってる方も非常に多いですね。ポップアップとかで着てきてくださる方も非常に多いですっていう、まあ 2way ワンピです。何が 2way ワンピなの？フロント部分全部バーって締めると1枚のワンピースと着れてして着れて、フロントを開けるとまあロングジレとしても着れるよっていうワンピースだし、1枚でも着れるし、中インナーね長袖だったりタートルネック忍ばせて冬も着れるっていうので、まあ、すごく着回しの効くワンピースでございます。着るだけで様になるから頭使わずにおしゃれできるワンピースっていう感じで、今年もお作りしました。素材は同様でデザインも同様なんだけど、色を今回黒を作りました。去年ね黒作ってなかったのよ。なんだけど今年は黒を作りました。黒と、グレー、ダークグレーの2色展開、去年よりもよりモードにかっこいい雰囲気の色展開にさせていただきました。ポッケもついてるし、デザイン的にこの肩周りすごい華奢に見せてくれるし、ウエスト部分もこのデザインをねちょい上に持ってきているのでスタイルアップもしやすいし、ほんといろいろ着やすいかなと思います。で今回は34サイズご用意させていただきました。去年もねすごいご要望いただいてたんですけどお答えできなかったので今年34サイズも作っております。ぜひ低身長さんね、低身長さんになるとさこういうかっこいい系のお洋服ってなかなかないと思うんですよね。ぜひチャレンジしてみてほしいなと思います。はい、で次シンプルなのにすごくもう去年私のショート動画がバズって、それによってすごく皆さんも買ってくださったアイテムっていうのかな。でもマルーではブランドデビュー当初から作っている透け感がなんとも絶妙なベーシックロンティーです。私自身もねもうこの手の、まあ、マルーのこれは黒2枚白2枚持ってんだけど、マルー以外のブランドでも最近集めているくらい本当にね重宝するアイテムなんですけど、でもうこのタイミングでマルーでもちょっと空き自宅っていうことで在庫補充させていただくのですが、今期のカラーはですね白と黒とそしてありそうでなかったこのグレーの3色展開です。このグレーもね何とも言えない透け感で、分かるかなこの透け感、あ分かるよね、ここで透けて見えてるので分かるかしら。そうグレーってこの透けのタイプなかなかなかったなね。だけどまあモノトーンコーデが好きな人もそうだし、シノパンとか好きな方もそう、すごく合わせやすくてすごく可愛いから、ちょっとグレー作るかっていうのでお作りしました。ベーシックアイテムだからこそすごい使いやすいし、マルーでは首元の開きとか丈感とか袖のちょっと長めに作ってるのとかいろいろとね絶妙な感じで調整しておりますので、この辺もぜひ丸なりの計算を感じてもらえたらなと思います。で次ラウンドボストンのシルバーを作りました。こちらです。素材がちょっとしぼしぼしているメタリックレザーで、こちら本革です。はい、こちらが通常の今まで販売している合皮のラウンドボストン、それに比べて一回り二回り若干小さくしております。やっぱこのシルバーですごく可愛いんだけど、コーディネートに入ってきた時に大きすぎると主張が強すぎてコーデ馴染みが悪いっていうことで若干削りました。ただ削るんだけど中に入れるものはそこまで削りたくなかったので、若干ちょっと楕円みたいにちょっと丸みの丸っこさが変わっておりますが、はい、お作りしまして、で中は黒かわいい。でもちろん紐もついております。なんでショルダーにして使うのでも OK です。はい、かわいいよねこの中にはスマホはもちろん入ります。お財布、長財布は難しいけど折りたたむ系のお財布は入ります。そしてちっちゃいペットボトルが今うちないから、ちょっとこれで代用させてほしいんだけど、500のペットボトルは入んないけど350くらいのペットボトルは入る大きさです。はい、こんな
感じで入ります。スマホも横向きで入る大きさです。まだまだ全然入るけど、必要最低限のものは入れられるよねっていう大きさを確保してお作りしました。やっぱシルバー今ねトレンドだし、トレンドじゃなくても使いやすい。私もシルバーアクセが大好きなので、シルバーっていうのをねポイントポイントで結構コーデに年がら年中入れておりますが、この感じ超可愛いので、今回ねそうこの素材提案をもらって、こういうの今ありますよって言われて、えラウンドボストンで作りたいっていう、本当に私の直感もあ欲しいっていうのからね作ってみたんだけど、ぜひコーデのポイントになるし華やかになるし、うんすごくいいかなって思って、はい、なのでぜひチェックしてもらえると嬉しいです。でラストでーん、ミニショルダーバッグです。まあ、ミニショルダーバッグ何のことやねんっていう方多いと思うんですけど、スマホとお財布の収納一体型バッグです。見た目はこんな感じで、手前がお財布です。お財布代わりに使ってほしいなって思って、カードが入れられる切り込みが 1,2,3 3つあります。でこっち側にも入るので、まあほんと小銭とカード入れ、まあお金をここに入れられるようにしてます。中は見やすいようにもう白にしました、はい、白っていうかちょっとクリーム系のねお色味で、こっち側2箇所深めのやつと真ん中ちょっと浅めなんだけど切り込みを入れていて、まあここにエコバッグだったりリップだったり、あと鍵で、鍵はなくしちゃうと困るからこのつなげるやつもつけてっていうので作っていて、背面部分にはスマホが収納できるようにこんな感じで隙間を作っております。私普通のスマホで iPhone でスルッて入っていくの大きさです。ちょっとこの辺のサイズ感はオンラインを見てもらいたいんだけど、紐の調整もここでできるようにしてあるやつで、だからこれを作り始めた経緯はスーパーだったりコンビニに行くときに、今ってさスマホで全部電子決済とかできるから手ぶらで行けるっちゃ行けるんだけど、でも行く場所によってポイントカードとかさあるじゃん。私なんて特になんかクリーニング屋さんのポイントカードとかあるわけよね。スマホ1台では不安だし、やっぱカードとか免許証とかも入れてこうなんか身軽に行きたい、カバンほどでもない、なんかこうね、とりあえずなんか1個で完結できたらいいのにって思って作った感じで、まあこういうのを出てるところってすごいあるけど、マルではなんか私の好きなコーディネートにハマるデザインと色とで作りたいなっていうので、こんな感じでかっこよい素材感とかもちょっとマットな感じでお作りしてるよっていうアイテムです。ここにマルユナイテッドアローズってちょっと押してあります。はい、まあかっこいいテイストが好きな方もいれば、ちょっと柔らかいテイストが好きな方もいると思ったので、この2色展開でご用意いたしました。でこっちのクリーム系のお色味の方も中は白なんだけど優しいお色味で、はい、こんな感じでお作りしております。ファスナーの部分とか黒は黒で、こっちはシルバーで作ってるって感じです。なんで柔らかい印象だけどゴールドでキラキラしてないので、そこまでコンサバ感もないというか、全然モノトーンコーデに合わせても馴染みのいいクリーム系かなって思ってます。はい、ちなみにこれはご案内ですが、再入荷で晴雨兼用のローファーがこのタイミングで入ってまいります。サイズ感に関してね、小さめっていうお声もいただいてるので、ぜひネットのサイズのところを見ていただきたいです。はい、私は23センチ、普段23センチ履いてて、これは23がベストなんだけど、普段23だけど 23.5 を買いましたっていう方もいらっしゃるので、ちょっとその辺申し訳ないんですけど、サイズ感を見ながら検討してもらえると嬉しいかなと思います。以上です。長くなりまして、ちょっと1ヶ月空いての説明のあれだから、すごくねうまく言えなかった部分もあるかもしれないんですけど、ぜひ今シーズンのマルーも楽しみにしてもらえたらなと思いますし、マルーのお洋服を着てね、なんか自信を持てたり、わーなんかちょっと嫌だな、嫌なこと続いてんなっていう時とかもテンションが上がる服になれたりっていう、何か皆さんのね日常の中で1個マルーのお洋服が力になれたらなと思ってますので、まあこういうアイテム欲しいよっていうものだったり、ポップアップここ来てほしいよっていうものだったり、マルのインスタの DM だったり、このコメント欄でもいいですし、もちろんマルっていうブランドとしての世界観だったりがあるので、皆さんのご要望に全てお答えできるわけではないんですけれども、マルは一個のコミュニケーションツールに
なりうると思ってますので、ぜひそこは遠慮なく書いてもらえると嬉しいです。で、まぁ、今回マルーここでご紹介させていただきましたが、正しい情報とはマルーの公式インスタグラムが常に最先端最新の正確な情報を発信しておりますので、インスタグラムのフォローの方もよろしくお願いいたします。というわけで以上、ご清聴ありがとうございました。バイバーイ。